ちは、バンドネオン奏者の小松亮太です、本当にコロナ禍でですね、世の中本当大変な中で皆様いかがお過ごしでしょうか。もう僕はね、ちょっとなかなか大変でございましたよ。今回ですね、福岡の、ティエンポのサンチアゴさんから、ちょっとお話がありましてですね、ティエンポさんがもう本当今大変な時を迎えているようで、僕もですね、何かしらこう応援をさせていただければということで、このコメントを録画させていただいております。僕はそうですね、ティエンポさんはですね、今から13年前とか15年前とかそのぐらいですかね、2回か3回ぐらいお客さんとしてお邪魔したことがありまして、そうですね、あの時トリオロスファンダンゴスさんがですね、福岡を代表する、いやというかもう本当に日本を代表する、もうむちゃくちゃ楽しいトリオなんですけれども、タンゴトリオ、で、まあ、そこでライブのミロンガがあるっていうことで、ミロンガっていうのはタンゴの、まあ、ダンスパーティーというかダンススポットですね。でそのトリオロスファンダンゴスさんの、生演奏生ライブで、たくさんのお客さんが踊りまくってるっていう中でですね、僕全然踊れないんで、でそこ入ってってですね、演奏を、まあ、僕は本当におとなしく座って聞いてたんですけれども、でその後ですね、トリオロスファンダンゴスの皆さんが焼肉積み立てっていうのをしてて、でなんとなくついてったら、演奏が終わった後ね、でもうなんとなくこう焼肉に行くことになるんですけど、いつもでももう散々おごっていただきまして、もうね、福岡のね、福岡はあれですね、焼肉もうまいしね、それから大体韓国料理系がね、韓国料理 のお店が大体みんな美味しいんですけど、まあ、あとはやっぱり刺身系とかね、寿司系もそっちも本当にもう僕もう大好きなんですけれども、まあ、とにかくそんなこんなで焼肉ごちそうさまでした。谷本さん、岩瀬さん、秋元さんということで、この場をおかけしてお礼申し上げます。ということで僕自身はですね、ティエンポさんには1回だけ出演したことがあります。2014年だったでしょうか。本当ね、その時お客さんとして行った時も演奏しに行った時も思ったんですけれども、本当こう、まあ、ラテン文化、まあ、ラテン文化ってあまりにもこういろいろありすぎて大きすぎるんだけど、それがこうラテンって一言で言っちゃっていいのかどうか、まあ、それはちょっと別として、とりあえずアルゼンチンタンゴという音楽をやってる人にとってはですね、こう東京ではなくて、東京でも大阪でもなくて、福岡でまあ、アルゼンチン人、あるいはアルゼンチンの文化、アルゼンチンの習慣、それから、まあ特にアルゼンチンのブエノサイレスのタンゴというものですね、が、こういつでも見られる、それから触れられるっていう拠点がこう一本のビルディングになってあるんだということっていうのは、もう本当に僕にとっても頼もしいというか嬉しい、それからね、実際本場 のダンサーさんとかもいらっしゃいますし、とてもね、そのこうビルの中に、ティエンポさんの中に入った途端にこう急に地球の裏側に行ったような、あ、こういう感じだったなっていう、この空気感を思い出すというか、そういうところがあって、本当に僕も嬉しく思っているところだったんですけれども、まあ、本当に今回大変な状況がちょっとあるみたいでですね、クラウドファンディングとかもやってらっしゃるみたいで、応援させていただきたいと思うんですけれども、そうですね、僕の仲間というか、僕がよく一緒に演奏してますギタリスト、アルゼンチン人のギタリストのレオナルド・ブラーボさんもですね、よくティエンポでよく演奏したりとか、いろいろイベントに関わってらっしゃったみたいで、実はちょっとここにこんなのがあるんですけど、どうですか ね、レオナルド・ブラーボさんのギターと近藤久美子さんというか、近藤久美子、僕のかみさんなんですけど、バイオリニスト、この2人がギターとバイオリンのデュオで、まあ、いろんなアルゼンチンの作曲家、アストル・ピアソラ、アグスティン・バルディ、それからカルロス・ガルデル、いろんな有名なタンゴの曲をですね、バリバリやってますっていうアルバムも出たりしましたので、ぜひこのブラボさんと近藤久美子のアルバム、その名もタンゴってやつなんですけどね、こういう感じで 見えますでしょうか、ぜひ応援してあげてください。
まあ、宣伝はこのぐらいにしまして、で僕が初めてティエンポさんにちゃんと演奏しに行かせていただいたのは2014年でした。でこれ自分のグループじゃなくて、実はですねファン・ホセ・モサリーニさんという、もうバンドネオのもう今や巨匠です。今75歳76歳ぐらいかなだと思いますけども、フランス在住で、昔ねアルゼンチンが軍事政権下にあって結構政治的にやばかった時があって、まあ、その時に、モサリーニさんがアルゼンチンからフランスに、まあ、パリに亡命したんですよ、っていう、まあ、非常にまあ、ちょっとドラマティックな人生を歩んでる方なんですけれども、このファン・ホセ・モサリーニといえばですね、実は一番有名な演奏がこのランバダという曲で、ダララ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 ラっていう、わかります、わかりますよね。世界的にヒットしたフランスのカオマっていうグループが演奏して歌って有名になった曲です。ですけれども、まあ、ちょっといわくつきの 曲っていうかね、まあ、あまり言わない方がいいかもしれないけど、本当はもともとはボリビアの曲で、ボリビアのある有名なグループが演奏してた曲をちょっとこう3拍子だったのを4拍子に変えましたみたいな感じ でそれがたまたま世界的に大ヒットしたことで思いっきりバレまして、で結構裁判になっちゃったりなんかして、まあ、えらいことになったっていう、まあ、いわくつくの曲なんだけど、でその有名な1989年のそのランバダ、まあね、東京でもすごいブームになってランバダを踊りましょうっていうんで、もう六本木のクラブとかでもうこんなワン、まあ、いわゆる当時のワンレンボディコンの姉ちゃんたちがもうこんなすごいセクシーに踊ってたんですけど、あまりにセクシーすぎる踊りだから踊るの禁止、ランバダは禁止みたいなことになっちゃったこともあったというぐらいな、まあ、80年代のそのバブル、日本のね、バブル期の末期をとても象徴するような曲でもあるんですけれども、世界的に有名になりました。でその中でバンドネオンが鳴りまくってるんだけど、そのバンドネオンを弾いてたのがファン・ホセ・モサリーニさんだったわけなんです。でこの、モサリーニさんを日本に呼ぼうっていうですね、ことをやり始めましたのがバンドネオンの早川淳さんなんですけれども、彼がモサリーニさんをフランスから日本に呼んで、でタンゴを演奏してもらおうということになって、でモサリーニさんは単身日本に来られて、で周りを固めるタンゴミュージシャンたちが僕が普段よく一緒に演奏している、例えばベースのね田中真嗣さんだったり、ギターが木戸夏樹さんだったり、バイオリンが近藤久美子だったり、でピアノが久保田美樹さん、モサリーニさんのところですごくお世話になってたピアニストです、というような感じで、でその5人、モサリーニさんを含めた日本人メンバーの5人にプラス僕がついてってティエンポさんに行って、でそのツアーの初日をティエンポさんでやったんですよ。それが本当初日でした。で僕は何したかっていう と前座でちょびっとだけ演奏したっていう、まあ、とてもいい思い出ですね。いやとっても楽しかったですよ。もう僕は最初の1曲か2曲ぐらい前座でチロチロチロンってちょっと弾いて、でその後モサリーニさんが出てきて、でティエンポで普段ねミロンガ、ライブミロンガとかで使われる会場だと思うんですけれども、そこのステージでモサリーニさん出てきて、まあ、非常に盛り上がってですね、いや本当福岡でティエンポでね、ファンダンゴスさんと焼肉食ったりしてた、あの会場でファンホセモサリーニさんが来て今一緒にやってるんだなと思うと本当感慨深くて、っていう2014年の秋でしたかね、本当に思い出深いです。そうで初日だったんですよ。でそう急に思い出した、ベースの田中真嗣さんがね、着いた途端になんか急にカーって青ざめてて、どうしたのって言ったら、楽譜全部忘れてきたみたいな感じで、もう慌ててもういろんなところに連絡しまくって、楽譜PDF で送ってとかな、ファックスで送ってとかなんか言って、もう大騒ぎしてですね、ガツンと言いましたね、あなたね、ガツンと制裁を加えましたけど、というようなことがありましたね。本当にティエンポさんでもう本当にいろんなことがあって、もうとっても楽しかった思い出がございますね。じゃあ、まあ、ということでちょっとこれからね僕が言うことちょっと自己宣伝に聞こえちゃうと思うんですけど、っていうか、まあ、正直ちょっと宣伝なんですけど、これただティエンポさんにも大いに関係があることなのでちょっと言わせていただくんですけどね、まあ、皆さんこうタンゴってね、アルゼンチンタンゴってこう漠然とこういう曲が好きだなとか、こういう演奏が好きだなとかいろいろあると思うんですけど、イメージが、ただあんまりねタンゴってね、もうほとんどこう
その新しいファンの人たちをナビゲーションする、まあ、書物っていうかそういうものが意外とあんまりない。それからもう一つは単語って実はね、あの正しい情報が書いてある、まあ、書物というかインフォメーションっていうのがすごい少ない世界なんですよ、もともと。例えばなんですけれども、これ1980年ぐらいから出た本ですね。これ高場正美さんという、あのもう本当にラテンアメリカ文化全体にあのお詳しいすごいあの学者の方が、まあ、先年亡くなりましたけれども、高場正美さんがあのお書きになった単語百年史っていう、こういう上下巻なんですけれども、反対になっちゃってたらごめんなさいね、はい、でこの本がもう本当にこう単語の歴史をあの1880年から1980年までの、歴史を網羅してる、100年間の、ね、歴史を網羅してる、もうすごい本なんだけれども、プラスこれ90年代後半に出た本ですかね。これですね、あのアストルピア・ソラの音楽がブームになった時、このアストルピア・ソラ戦う単語という本がありまして、これも、まあ、ちょっと反対だったらごめんなさい、あの、まあ、斉藤光正さん、あの出光音楽賞とかこの本であの獲得なさったわけなんですけれども、すごい分厚いです。でこの辺の本がですね、もう本当あのタンゴという音楽の歴史 の, あのとても正確なあの間違いのない情報が書いてある、間違いのない筋が通ったあの本であるというふうに僕は思っているわけなんですけれども、結構ねこれ以外の本はね、まあ、そんなにいいのあるわけじゃないんですよ、まあ、これは日本だけじゃないです、世界的に。アルゼンチン人が書いた本だからって言ってアルゼンチンの本があのみんな正しいかって言うと全然そんなことないです。あのこれぐらいあの正確な本ってあのとってもあの珍しいんですけれども、でこの辺の本を読んだ時に、まあ、僕もですね、あのなんかこう自分もあのこういう規模の本をねいつか書かなきゃいけないなっていうふうにあのずっと思ってたんですけれども、で2009年ぐらいに一回あの小松亮太と単語へ行こうっていうあの、まあ、200ページぐらいの本かな、書いたことはあるんですけれどもね、あの今回ですね、来年があのアストルピアサラの、生誕100年、生きてればピアサラさんが100年だねっていう記念 の, あの、まあ、年アニバーサリーイヤーということもあり、僕もですね本をまた新たに出すことになりました。で今回ですね、あの本当今まであの単語の歴史の中で、あんまりこう公にされていなかったこと、定説って言われてたけど実はそんなの本当は違うじゃんっていうようなツッコミを入れたくなるようなあのストーリーっていうのが、まあ、相当ありまして、あのちょっと僕もですねあのびっくりしたんですけれども、びっくりしながらも、まあ、一生懸命書いてたとこなんですよね。でこれはあの来年の1月にあの、出版になると思います、小松亮太著、題名、まあ、多分題名はこれになります、単語の真実、単語の真実っていう名前になります。例えばなんだけど、例えばね、あの単語っていう世界は最初はあのフルートで演奏されてたよっていう話がありますね。で最初はあの男同士で踊ってたんですみたいな話よく聞いたことあるでしょ。で男同士で踊ってたんだよっていう話が定説になってるけど、これ本当かなと。でちゃんと昔の単語の昔の時代を知っている人たちの証言とかを、まあ、聞いていくとですね、あの例えばあの映画のミロンゲイロスっていうあの映画があったんだけど、単語のね、あの昔単語を踊ってた、昔から踊ってた人たちのインタビュー集のドキュメンタリーなんですけども、もうみんなね、あの男同士で踊ってたっていうのは、あれはあの実は違うんだよ、あれは事実じゃないからっていうふうに、もう出てくる人みんな言うわけですよ、っていうようなことっていうのが、まあ、たくさんあって、その誰かが言い出したことがなんとなくこう定説になって、こうベタッと単語ってこうだよっていう話に定説になっちゃうっていう、まあ、恐ろしい世界ですよ、ね。というわけで、例えばね、例えばこのバンドネオンって楽器あるじゃないですか、僕が弾いてる楽器ですよ、これね、バンドネオン、ね、これを見ると、あの昔は単語っていうのはフルートで演奏されてたあの音楽なんだけど、あの途中からバンドネオンが入ってきて、これドイツの楽器です、ドイツからアルゼンチンにバンドネオンというものが流れてきて、それですごくこうポピュラーになって、単語にあの単語のまあ代表みたいな楽器になったんだっていう、それ定説になってるじゃないですか。でまあそれはそうなんだけど、だけどね、このバンドネオンっていう楽器が、その単語という音楽が発生した19世紀末1880年とか1870年とか、そのあたりの時からこの状態のバンドネオンだったかっていうと、これはあんまり言われてないことだけど全然違うんです、ね、僕が今弾いてんのってこれって進化したやつなんですよ、かなり、ね、だからまだ19世紀とか、例えば1905年とか6年とか、まあ、そのくらいの20世紀初頭ぐらいの時のバンドネオンっていうのは、アルゼンチンで弾かれてたね初期のバンドネオンっていうのはこんなようなやつなんですよ、これ
全然違うでしょ。これちっこいじゃないですか。見てください、これ。こうやこれ、この違い。この違い。全然違うでしょ。で、これが初期のドイツの、まあ、使われてたやつで、で、これが、これドイツのバンドネオンを作ってる会社がだん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 でっかくしてって、拡大してって、それでこれになったわけですよ。で、これになったのが、この状態、このサイズになったのが、大体1910年代後半、15年、1917年とかそのくらいなんだけど、それ以前まではこれよりもうちょっと中ぐらいか、こういうミニサイズか、あるいはこれよりもっと小さいかっていうやつだったんですよね。でその辺のこととかも全然こう今まで語られてこなかったじゃないですか。なのでその辺のこともちゃんと洗ってみようと。でそれから例えばあのバンドネオンはドイツでは、教会で、あのオルガンがない教会で、あの持ち運び用のなんか賛美歌の伴奏みたいなので使われてたんだみたいなことを、まあ、よく言うじゃないですか。それも伝説になってるでしょ。だけどそれもよく調べてみるとね、全然証拠なんてないわけですよ。もう証言もないし、写真もないし、イラストとかもないし、それから証言というか、まあとにかくあらゆるなんかそれにつながる証拠、具体的なものってあんまりない、あんまりじゃない、全然ですね、全然ないわけですよ。だからその辺の事実っていうのも疑ってきたし、それからもっと言っちゃうと、なんでこのドイツのラテンアメリカとかね、ラテンアメリカとは本当は何の関係もないドイツで発明されたバンドネオンがなんでタンゴの世界に来たのっていう、このこともですね、今までタンゴのその歴史上もう一回もちゃんと議論されたことがないんですよね。本当に仮説すら立ったことがないわけで、今回僕ちょっとであの仮説をその本の中で立てまして、で、あの多分これで間違いないなってとこまで行きました。あの自分で言うのもなんですけど、あの 80% ぐらい解明できたと思うんですよ。でそこのとこ もうちゃんと書きましたんで、ぜひぜひあのお読みくださいねということなんです。1月の半ば、出版になります。小松亮太著、丹後の真実でございます。というわけで、あのティエンポさんでもですね、ぜひあのその本、ちょっとあの広めていただけたらなというふうに思うわけなんですけれども、というわけでいろいろ喋りましたけれども、どうでしょうか。ますます皆さんこの、ね、バンドネオン、それから単語、ぜひこう福岡のね、特に福岡の方はこのティエンポさんを通して触れてみていただきたいなというふうに思います。来年がアストルピアソラの生きてれば生誕100年で、再来年が、アストルピアソラの没後30年ということになります。ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。バンドネオン奏者の小松亮太でした。そしてティエンポの皆さん、これからも頑張ってください。応援しております。皆さんもぜひティエンポを応援して差し上げてください。というわけで失礼いたしました。ありがとうございます。